皆さんこんにちは、ムジオです。今回はこちらの無印良品のリュックサックを紹介していきたいと思います。こちら正式名称が肩の負担を軽くする撥水リュックサックという名称で、税込み2990円となっております。でこちらですね、特徴は、まあ、普通のねリュックサックとそんなに大差がないんですけど、至る所に工夫がされているリュックサックですので、リュックサックの中でもこのリュックサックは一つ持っておきたいリュックサックだと思いますので、今回その特徴、使いやすさなどを紹介していきたいと思います。まずこちら名前にも入ってますように、肩の負担を軽くする撥水リュックサックということなので、特徴はですね、こちらの肩にかけるベルト、紐の部分ですね、ショルダーの部分が結構ね、クッションがしっかりしてるんですよ。なのでこう肩に担いだ時にどうしても肩に負担がかかってきます。でリュックサックっていうのはね、基本外を歩く時ずっと背負ってるもんなので、中に入れてる荷物が重たかったりすると結構ここに負担がかかってくると思うんですけど、こんだけねクッションがあれば肩も痛くなりにくいんじゃないかなというふうに思います。なのでこれはね、長時間使いやすい工夫がされているなというふうに思います。そして名前にも入ってますけど、撥水加工がされています。こちらのリュックサックは僕まだ買ったばっかりで使ってないので、また今度ね使ってみた感想とかもアップしたいと思うんですけど、撥水加工されてますので、前回僕リュックサックではないサコッシュのレビューを上げてるんですけど、そちらのレビューの方は概要欄に貼っておきますので、興味ある方はサコッシュの方よかったら見てみてください。そちらも撥水加工されてるんですけど、そちらで実験した時に水を一切吸わずに撥水されてました。なのでこの撥水加工リュックも雨とかが降ってきても中のものは濡れない仕様になっています。まあ、当然ね、長期間使ってくるとだんだん染みてきたりとか、ずっと雨に当たってしまうと中も濡れてくるとは思うんですけど、軽い雨だったりちょっとした水とかっていうのはしっかりと弾いてくれますので、機能性もバッチリだと思います。縦 43cm、 横 32cm、 マチ 14cm ということで、大容量入らないですけど、普段使いするリュックとかサブバッグとしてはかなり使い勝手がいいサイズじゃないかなというふうに思います。でこちらですね、何気ないリュックサックだとは思うんですけど、結構ね機能性が詰まってるものなので、そちらを紹介していきたいと思います。まずメインの部分なんですけど、これはですね、まあ、メインの大きいポケットとこちらの背中の部分にこのようにパソコンを入れるスペースが確保されています。ですので今結構パソコン一つで仕事されるブロガーさんとかノマドワーカーさんとか結構多いと思うんですけど、こちらにノートパソコンを収納することができるようになっています。でこちらの中もですね、2つに分かれてまして、まあ手前側のところにはパソコンのコードだったり充電器だったり入れることができるようになっています。背中の方はね、そんなにめちゃくちゃクッションがあるわけではないですけど、多少のクッションはありますけど、分厚いこの肩ほどクッションは入ってない感じですね。まあ、なのでパソコンとかを持ち歩く分にはこうやってねポケットが分かれてるとすごく持ち運びやすいと思います。ただまあクッション性がそこまであるわけじゃないので、置く時とかはね注意しないといけないかもしれません。外側にもう一つポケットがついています。こんな感じですね。まあ、こちらにはね、まあ、いろんな使い用途があると思うんですけど、ティッシュだったりハンカチだったり、すぐ取り出せるようなもの、まあ、携帯電話入れててもいいですし、すぐ取り出せるようなものを入れておくことができます。そしてサイドにはこのようにポケットが両サイドにありますので、旅行の時とかね、 500ml のペットボトルだったり、ちょっとした何でしょうね、ペットボトルとかペットボトルを入れておくことができると思います。ここはペットボトル以外に使い道が思い浮かびません。まあでも旅行の時とかね、すぐ見たいちょっとしたガイドブックとか足しておくこともできる、すぐ取り出せるっていう意味では、こういうサイドにポケットがあるのは結構便利だと思います。そしてですね、このリュックサックの隠れたいいところなんですけど、実はねここのサイド、こっちはないんですけど、こっち側にもう一つねチャックがついてるんですよ。ここにポケットがあります。これね奥まであるんですよ。ここまでポケットになってます。反対側までズボッと、結構広いですよ。この中結構広いポケットになってますので、いろんなもの、それこそ携帯電話とかね、僕はここに入れれるんじゃないかなと思ってます。まあ、例えばですね、まあ、こうやってリュック背負ってたとして、こんな感じでこうやって片手で開けることができるんですよね。
これはすごく便利だと思います。片手でしまってこのまま閉める。携帯とか財布とかすぐに取り出したいものなんだけどポケットに入れとくのは嫌だっていう方も多いと思うんですね。そういった方がいちいちこうやってリュックサックを下ろして開けてっていう手間結構ね面倒だと思うんですけど、ここの横にポケットがあることでこのまま開けて取り出せるっていうのはすごくね機能的に考えられてると思います。こういう機能はね旅行先とかね、まあ、出先ですごく僕は便利じゃないかなというふうに思ったりします。左利きの人でもね右手でこうやって全然操作はできると思うので問題ないと思います。これはいいんちゃうかな。この機能は本当にね考えられてるなと思います。そして実はこのリュックサックですね、以前もこういったリュックサックあったんですけど今回新しくなってます。何が変わったかというとこちら、ここです。これ見えますかね。これ何のための紐かというとキャリーケースありますよね、あれの取っ手の部分を伸ばした時にここにですねそれを入れれるようになってるんですよ。なのでここにキャリーケースのバーを通して持ち運ぶことができますので、海外旅行とかコロコロも一緒に持って旅行に行った時っていうのはここに挿しておくことができるっていう気の利きようです。こういうのってねなかなかないと、リュックサックってこう横に、まあここにねバー通して持ってたりする、僕もそうやって持ってたりしたんですけど、これがあることでスッとつけれるっていうのがいいと思いますので、まだキャリーケースを持ってこのリュックを持って旅行に行ったことがないですけど、行った時はぜひそれもやってみたいなというふうに思っております。で、色はですね黒とネイビーですね、紺色とベージュっぽいのもあったと思います。まあ僕は今回シンプルなこの黒、まあ、一番ね黒が合わせやすいし無難な色かなと思って今回黒を購入しました。普通のリュックサックなんですけど、ここまで使い道だったり動きを考えてこういったものをあったら便利だろうなっていう無印のかゆいところに手が届くといいますか、こういった工夫がですね結構ねいろんな商品になされてるんですけど、このリュックも例外じゃありません。これは僕の想像ですけど、まあ、旅行行ったりする時にリュックサックって持ってたりすると思うんですよね、まあ、仕事の時にこのカジュアルな感じは持たないと思うので、旅先とかっていうのをメインに作られたリュックサックなんじゃないかなっていうふうに思っています。コンパクト程よい大きさで多機能っていうこのリュックサックはもう絶対ね1個持ってて損はないなと思ったので遅ればせながら購入しました。で、普段、まあ、これ僕まだ使ってないんですけど、前使ってたリュックサックで普段出かける時とかどんなものを入れてるかっていうカバンの中身もちょっと紹介したいと思うんですけど、実際ねこれ入れて、まあ、重さとか確かめてます。まあ基本皆さん一緒だと思うんですけど、財布、小銭入れ、携帯の充電器、 Wi-Fi、 ワイヤレスイヤホンも持ってますし、あとまあ手帳ですね、で、まあ、オフの時とかでも仕事の電話があったり予定を確認したりする時があるので手帳を一つ入れてたりします。まあ、あとはですね自分個人で出かけるときはこういったものとか、まあ、あとはティッシュ、ハンカチぐらいですね入れてることが多いですけど、家族で出かけたりするときもあるので、子供がいるとここにおむつ入れといてとか、哺乳瓶の水筒、お湯だったりとか、そういったものを入れることがあると思うので、まあこれだけです。これだけの場合だと結構軽いんですけど、ただこれだけ入れても容量はありますので、家族で出かける場合は子供のものだったりとかも結構入れて出かけることが多かったので、そういった使い方になると思います。いろんなものを入れていくとどうしても重くはなってくると思うので、その時に長時間つけててもこの肩のパッドが痛くならないのかっていうのは結構重要なポイントだと思います。で、ということで、今回こちらの肩の負担を軽くする撥水リュックサックっていうものを紹介させていただきました。あのねちょうどいいんですよね、このサイズ感といい機能性といい、なんかね本当にこう、一つは持ってたいリュックサックっていう感じだと思います。またねこれ僕使ってないので使った感想とかをまたアップしたいと思います。はい、ということで今回は無印のリュックサックを紹介させていただきました。こちらのチャンネルでは無印の商品をレビューしたりしてますので、もしねこんな商品レビューしてほしいというようなリクエストとかがありましたら、ぜひコメント欄の方に書いていただければレビューしてみたいと思いますのでよろしくお願いします。ではこちらのチャンネルが参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。